アイヌ民族博物館は、北海道白尾井郡白尾井町にある博物館。アイヌ語で、大きい湖の集落を意味する、ポロトコタンと呼ばれる、野外博物館の施設の一つでもあった。2018年3月31日までは、ポロトコタンと共に、一般社団法人、アイヌ民族博物館によって運営されていた。アイヌ民族博物館は、アイヌ民族に関する有形。 無形の資料を専門に展示、保存し、調査研究、教育普及事業を総合的に行う社会教育施設として、白尾市町民はじめ広域の人々に利用してもらい、学術及び文化の発展に寄与することを目的としている。野外博物館の性格を持つ園内には、アイヌの住家であった性アップ、ヘペレセ、チプなどを復元、展示して、古丹を再現している。 博物館では、アイヌ民族の資料約5000点、北方少数民族資料の約250点を収蔵しており、約800点を常設展示している。また、アイヌ絵や文書約150点、図書約7500冊を所蔵している。文化伝承、保存事業として、イオマンテなどの伝統儀礼を実施しているほか、伝統工芸の旗織や木並み、民族衣服の制作、 アイヌ文様の刺繍なども常時実施、公開しており、アイヌ文化に触れることができる体験学習を行っている。儀式で使うトノトを作るため種類製造免許を取得している。国の民族共生象徴空間整備に伴い2017年度末で閉館し、新たに国立アイヌ民族博物館が2020年に開設する予定である。 運営を一本化する方針である国立アイヌ民族博物館の運営主体を目指すためアイヌ文化振興研究振興機構が一般財団法人アイヌ民族博物館を九州合併する形で協議を進めている。なお閉館後の拠点として旧白尾町立社大小学校校舎を活用する予定にしている。2020年4月1日初代館長に 元国立民族学博物館副館長の佐々木、志郎が就任した。1965年に白尾市街地にあった白尾古丹を現在地となるポロト古藩に移転し、白尾観光コンサルタントが運営主体となるポロト古丹として営業開始した。1967年には白尾町立による白尾民族資料館が開館した。 1976年、白尾コンサルタントを発展的に解消した財団法人白尾民族文化伝承保存財団を設立。1984年にアイヌ古式舞踊が国の重要無形民族文化財に指定されたことに伴い、財団による伝承公開が始まり、民族資料常設展示施設としてアイヌ民族博物館が開館、博物館法による 登録博物館になった。個体コロクルゾー有用植物園、カフェリムセアズマヤ、マルキ船体験学習館、アイヌ民族博物館、コタンゾーン。ありがとうございます。